はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、ポイント解説労働基準法高度プロフェッショナル制度、こういったテーマでお送りしていきたいと思います。このポイント解説労働基準法シリーズはですね、社労士の受験生の方はもちろん、各種公務員試験などで労働基準法を勉強する全ての人の方のために、労働基準法をですね、各テーマごとに区切ってですね、すっきりとポイント解説しています。さらにこのポイント解説労働基準法のレジュメはですね、上にも書いてある通り、全てですね、一発合格テレビのサイトからダウンロードできるようにしていますから、ご興味のある方はですね、この動画の概要欄からね、一発合格テレビのサイトの方に飛んでいただければと思います。今回のテーマは高度プロフェッショナル制度ということで、結構ですね、名前から難しそうですけどね、比較的新しい制度ということになりますね。ここを今回しっかりと見ていきたいと思います。それでは始めていきますよ。はい、それではね、まずは1点目、高プロの対象労働者、高度プロフェッショナル制度、高プロと省略させてください。この高プロの対象労働者になると結局どうなるか、これがまず最初に条文に書いてあるわけですね。で、結論で言うと、労働時間、休憩、休日および深夜の割増賃金の規定が適用されなくなるというふうに書いてあります。これ法41条の2という条文になりますね。つまりですね、この高プロの対象労働者になればですね、時間外労働、休日労働、さらに深夜業の割増賃金も不要になるということになりますから、ここはまずね、前にももう動画上げてると思いますが、41条該当者のところとしっかりと比較をしておく必要がありますね。41条該当者は結局時間外労働と休日労働の割増賃金だけ払わなくていいという話になりましたけどね、高プロの対象者になるとこの3つとも割増賃金不要になるぞというところですね。しっかりとまず最初に押さえておいてください。で、この高プロの制度を導入する上でですね、欠かせない2つというのがあります。それをその下に書いてあります。で、1つはですね、労使委員会というのを必ず作り、労使委員会の5分の4以上の決議をし、必ず届け出が必要。これも届け出が効力発生要件になっています。で、さらに労働者本人の同意が必要ですよ。これは原則、この同意というのはちゃんと書面で管理しますから、書面を用意するというのが原則ということになります。ということはもう気づかれた方いらっしゃると思いますが、これ実はですね、みなし労働時間制の中の企画業務型裁量労働制とほとんど同じなんですね、ここはね。で、条文の規定の仕方もですね、企画業務型裁量労働制を真似して作ったんじゃないかなと思えるぐらいの条文の規定が似てますから、必ずですね、企画業また裁量労働制のところと比較しながらですね、見ていくとまたさらにね、理解が深まっていくというふうに思います。まずは1点目以上になります。はい、それではね、2点目見ていきたいと思います。先ほどお話ししたように、この高度プロフェッショナル制度を導入しようと思えば、労使委員会というのを作る必要があります。で、労使委員会の決議事項というのがここに書いてありまして、結構多いんですね。ただここもですね、先ほど言ったように企画業また裁量労働制と似てますからね、比較すると抑えやすいところになります。で、まず一つ目は対象業務ということで、この対象業務の定義もね、もう私絶対これ試験でも狙われやすいと思いますね。キーワードだけそこ上げてますから、必ず条文で確認をしてください。まあ、時間と成果の関連性が通常高くないと思われる業務です。高いんじゃない、高くないと思われる業務ですが対象業務になりますからね。一言で言うとディーラーさんとかの仕事とかね、まあ、そんなイメージなんでしょうけど、なかなかちょっと私も縁遠い仕事ですけどね。で、2番、対象労働者の範囲ということで、ここもね、条文きちっと押さえてほしいですけど、まあ、年収ベースで言うと1075万円以上支給するようなね、労働者になります。で、3点目が健康管理時間の把握ということです。この健康管理時間っていうのが高プロの特殊な言葉、独自の言葉ですよね。絶対押さえておかないといけない。意味内容はどうでした？これは事業場内だけじゃなくて、事業場外でもね、業務に従事した時間すべてね、健康管理時間ということになると思います。これは使用者にね、把握する義務が必ず生じますからね。タイムカード等で客観的な方法で管理すると、こういうふうな規定になってますね。4点目が休日確保措置ということで、具体的には1年間に104日以上かつ4週間に4日以上とかね、基本的に時間外労働も休日労働もね、深夜業もないわけですから、ですから長時間労働っていうのもあり得るわけですけどね。こういった休日確保措置はこれ絶対しないといけない措置ということになります。で、5点目が選択的措置ということで、またこの後ね、具体的に見ていきますが、4つありまして、4つのうち1つをやりましょうということで選択的措置があります。
この345だけ番号がちょっと赤くなってると思いますが、高度プロフェッショナル制度の中で345の措置、この3つの措置は絶対にやらないとダメよというふうに言われている。この3つやらないと高プロ制度にはなりませんよというふうに言われているところですから、一番重要な3つと覚えておいてくださいね。で、6点目が健康福祉確保措置ということで、例えばたくさんありますが、有給休暇の付与とか健康診断の実施等が規定されているということになります。あとは7点目は対象労働者の同意の撤回に関する手続きが規定されているということになりますね。で、8点目が苦情処理について、9点目が不利益取扱いの禁止で、10点目がその他ということで、ここも結構あるんですが、有効期間の定めやっぱり必要ですし、書類の保存等の必要もあるということになりますね。結構たくさんありますけどね、やっぱり企画業務型と似てますから、特に 3,4,5 が一番重要というのは押さえておいていただければと思いますね。2点目は以上です。はい、それではね、続いて3点目見ていきたいと思いますね。選択的措置4つあると言いましたが、この4つ具体的に確認をしていきたいと思いますね。この選択的措置はこの4つのうち1つを絶対にしないといけないということになります。休日確保措置としっかりね、比較しておいてください。休日確保措置は絶対しないといけませんからね。で、今から言うこの選択的措置はこの4つのうち1つをやればいいということになりますね。導入すればいいということになります。まず1点目は、労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに11時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ深夜の時間帯において労働させる回数を1ヶ月について4回以内とすること。この辺も数字も絡んできますから、試験でも出しやすいと思いますね。で、2点目、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた時間を1ヶ月について100時間以内、または3ヶ月について240時間以内とすること。3点目、1年に1回以上の継続した2週間、労働者が請求した場合には1年に2回以上継続した1週間、年次有給休暇で与えた日は除きますが、について休日を与えること。4、1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合における、その超えた時間が1ヶ月あたり80時間を超えた対象労働者、または申し出があった労働者に一定の項目の臨時の健康診断を実施すること。この4つのうち1つは絶対にやらないと高度プロフェッショナル制度導入できないぞということになりますね。しっかりと意識しておいていただければと思いますね。3点目は以上です。はい、それではね、4点目見ていきたいと思いますね。書類の保存、企画業務型裁量労働制と同じようにですね、高度プロフェッショナル制度もですね、一定の書類保存義務付けられています。有効期間中及び当該有効期間満了後5年間、当分の間3年間保存すること。ここ一緒ですね、保存期間ね。保存項目結構たくさんあります。1、本人の同意及びその撤回。2、合意に基づいて定められた職務の内容。3、支払われると見込まれる賃金の額。4、健康管理時間の状況。5、休日確保措置、選択的措置、健康福祉確保措置及び苦情処理の実施状況についても書類の保存が必要ですね。で、最後は6点目、常時50人未満の事業場における医師の選任、こういった書類の保存がいる。なんでこれ50人未満かって分かります？50人以上だと労働安全衛生法において、これ産業医の選任義務があるからね。産業医の選任義務のない事業場でも高度プロフェッショナル制度を導入する場合は、これ医師の選任が必要なんですね。それの書類をきちっと保存しておく必要があるということになりますね。保存項目少し多いですけど、この辺もしっかりと押さえておいていただきたいところですね。4点目は以上です。はい、それではね、最後5点目、定期報告について見ていきたいと思いますね。これも企画業務型裁量労働制と同じでですね、高度プロフェッショナル制度も導入すればですね、定期的にですね、労働基準監督署長に報告義務があるということになりますね。具体的に見ていきましょう。決議の有効期間の式から起算して6ヶ月以内ごとに、ちょっとここね、新しくこういう言い方になりますからね、労働基準監督署長に報告しなければいけません。1、健康管理時間の状況。2、休日確保措置。3、選択的措置。4、健康福祉確保措置ということになりますね。この4点について必ず6ヶ月以内ごとに報告義務があるということになりますからね。企画業務型の場合はね、最初6ヶ月だったけど、その後は1年ごとだったんですかね。ちょっとここ違っていると思いますから、その辺もしっかりとね、比較して押さえておくといいかなというふうに思います。はい、今回はですね、高度プロフェッショナル制度についてポイント解説していきました。企画業務型裁量労働制と本当に似てるなというところがあります。で、あとはやっぱ数字も出てきますからね。特に社労士試験とかだったら、今後選択式試験なんかでも狙われる規定になるのかなというふうに思いますから、ここもしっかりとテキストの方で確認をしておいていただければと思います。今回は以上です。